はい、どうもこんにちは。皆さん iPhone 活用してますでしょうか。今回紹介するサイトですね、有名なのがアップバンクですね。はい、アップバンクさんからですね、この度新しいアプリが出たので、そちらをご紹介したいと思います。というわけでですね、早速こちら新しいアップバンクケース、ネットケースというわけで、こちらダウンロードしたいと思います。あ、一応ね、注意としては、こちらね、アップストアからアクセスしても、多分出てくる、出すことは難しいと思うので、サファリからアップバンクのホームページに入って、そこからダウンロードするようにしてください。というわけで、早速ダウンロードしたいと思います。はい。というわけでですね、アップバンクの新しいアプリ、こちらダウンロードしました。ちょっとね、もうこちらはですね、おさらば。じゃあね。消えました。というわけで開きましょう。えい。すごいですね。もう iPhone 5のサイズになってますね。はい。こういう感じです。あ、でもすごいサクサク。見つけるとか、検索もできるみたいですね。すごいな。前よりもなんかすごいサクサクしてて、ちょっとアクセサリー見よう。すごい。あ、戻るのどうやって。すごい。結構サクサク。いろんなケースがあるんですね、iPhone5。もういろいろ出回ってるということで。ホームボタンシールか。いろいろありますね。てかこれも閉じるか。へえ。すごいサクサク。ランキングも見ることができます。僕ですね、アップバンクさんの方ではですね、いろいろアプリとかを入れてるんですけれども、基本本当に詳しいことはよくわかんないですね。知ってるとしても、アップバンクでは基本的にアプリとか、あとカズエントさんとかしか、知らないですね。はい、知らないですね。はい、という本当サクサクしてていいわ。アプリとかも。次ですね、アプリをこっからダウンロードすることができます。そのおすすめのアプリ、このアプリダウンロードしないなと思ったら、ここをタッチするだけでダウンロードができるということです。これ便利だね。はい、というわけでですね、今回はこちらアップバンクさんから新しいアップバンク iPhone アプリでしょが出たということを紹介しました。じゃあねー。